Hi there, Yuki! こんにちは、Yuki です。今日もね、外から、お届けしていこうと思うんですが、もうめちゃくちゃ晴れてる。It's super, 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 super fine! なので、もう、I can't keep my eyes open. I can't, できない。keep できない。my eyes, 目を、これ、目二つあるんだね、eyes ね。eyes open, 目を開けた状態をキープできません、イコール眩しいっていうね、感じです。はい、あのね、眩しいってなんて言うんだろうなと思って、さっきね、改めてちょっとあのこう Google でね、 Google 先生で調べたら、まあ、眩しいってもちろん bright とか dazzling とかいろいろ単語ではあるんですけど、確かに実際日常会話で私とかもね、これ太陽とか見てうわっみたいなのを英語で言おうと思ったとき、これなんて言うかなと思ったら、I can't keep my eyes open. うわ、ちょっと見てらんないやとか、あとは多分ね、Maybe I need sunglasses. サングラス、とか、サングラス あった方がよかったわ、みたいなね。英語ってこう、英単語あるんだけど、実際会話で言うとき、まあ、日本語だと単語だけでこうね、うわ、眩しいとか言ったりすると思うんですけど、英語だと、I can't keep my eyes open とか、Maybe you need sunglasses とか、You should have brought、ね、your sunglasses とかね、サングラス持ってくればよかったのによ、みたいな感じで言うかなっていう、まあ、そこもね、ちょっと英語の面白いところだなっていうふうに思いますが、それにしても眩しいんですけど、今日のね、動画のタイトルにも書かせていただいたんですけど、はい、これはね、インスタのストーリーに上げてた映像で、まあ、企画書をね、書いたんですけど、全部で2000文字ぐらい。で、これはね、書き終えて、提出し終えた後の、ちょっと外に行った時のね、はい、つぶやきです。今からね、2、3週間前かな、に、ちょっととあるところに、ね、応募をしたんです。まあ、応募っていうか、ちょっと審査ですかね。今までね、ずっと、やってみたかったことなんですけど、ただ、これは認められないとできないことで、でね、結構ね、審査厳しいっていう風にも言われているんですけども、無事に通過することができましたので、これからしっかり準備をしていって、多分、probably next month、11月のね、中旬、くらいにはね、ご用意できるんじゃないかなと思っております。と、例えて言うなら、建設許可証をもらったみたいな感じですかね。ちょっとわかりづらすぎるわ。はい。ですね。まあ、いずれにしてもちょっとね、楽しくて、ものすごくワクワクするものを作っていこうと思っておりますので、今日もね、ちょっとこの後、公園にね、今日はね、本をね、3冊、まあ、このリュックの中に入ってるので、しっかり読んで準備していこうと思います。まあでもまだね、ちょっとやっぱ日光強いなと思って、I can't keep my eyes open。 まあこれはね、ぜひ覚えていただけるといいかなと思います。やっぱね、繰り返すと覚えるので、それではまた明日お会いしましょう。 Have a lovely and fantastic day. Bye bye.